はい、じゃあエグザムチャンネルさんから3人目の資格お願いします。はい、はい、どうも、はじめまして、セシルと申します。セシルさんです、どうも、はい、こんにちは。こんにちは。そのプレイマットは何ですか？これはですね、うん、タイプブーンが出してるゲームのフェイトっていう。あ、フェイト、うん、はい、あ、フェイトは見てるけど。ゲームのキャラクターですね。へぇ、まあ、ここは多分見たことある。知ってる知ってる。多分ここの3人が見たことなくて、ここが空の、ちょっと見づらいんですけど、うん、ここが空の教会っていうアニメの主人公の式、両義式っていうキャラクターで。はいはいはい、うん。で、これがちょっともう PC ゲームのキャラクターになってくるんですけど、うん、アルケイドっていうキャラクターと、うん、あと青崎青子っていうキャラクター、ね。知らない。それはフェイトに出てくる？フェイトはアニメか。これだけ。フェイトこれだけ。あ、そうなんだ。これがアニメで、ここがゲームですね。同じ会社縛り、タイプムーンの作品のキャラクターが勢ぞろいしているという。わかりました。これはじゃあ、シズイバーマンと違うところ。それは FGO の、フェイトグランドオーダーの、うん、スカサハっていうキャラクター。ゲームの方ね。はい。あ、そうそうそう。アプリの方の。いっぱいあるんだよ。アニメ見てるだけじゃわかんないんだよね。フェイトはさすがに多いんで。ほんとだよ。わかりづらいと思います。ガンダムぐらいなんかシリーズが多いよ、なんかほんとに。追いつけない。そうですね、ガンダムもそう、結構多いんで。はい、じゃあ、エグザムチャンネルさんの3人目、いきましょう。お願いします。お願いします。1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 よし、お願いします。お願いします。最初はグー、じゃんけん、ほい、負けた、お願いします。先行いただきます。じゃあ、スゴ腕プロデューサーチャレンジして終了します。スゴ腕、ドロー。じゃあ、ブラック V をインターンエンド。はい、ちゃんとします。はい、ドロー。そしたら、どうしようかな。じゃあ、ドラゴンオーバーロードチャージ。はい。2コスト。うん。フェアリーライフ。はいはいはい。となります。ウェイボール。ね、うん、待ってたオッケーです。はい、置きます。ウェイボールだね。ドロー、大丈夫だ。はは。ブラックダッチを置いて何もできないぞ。ターンエンド。はい。ボールが。やばいやばいやばい。そしたら、ジョリザ・ジョルネードチャージして、おー、終了します。そっちも何もしない。はい、じゃあもう早く、こっちはドロー。なんでだろう。デッドゾーン置いて何もできないターンエンド。じゃあどうします。バクマル君が来ないんだよ、全然。4枚いるのにな。じゃあ、バングリとクロスセブンに出して。はい。5コスト。はい。じゃあ、ウェイブウェイブ。はい。じゃあ、召喚してバトルゾーン出した時に、墓地の呪文1枚指定して使います。じゃあ、リレー。順調、順調に、マナを伸ばす。で、呪文使ったんで、ジェア召喚。はい。ゼノゼンノ。うわー、ゼノゼンノの効果は、基本能力が詰まっています。そうなんだよね。はい、スピードアタッカーとかないんだよね。そうですね、マッハファイタースピードアタッカーが出たターンに殴るんだけど。よくわかった、ドロー。あー、スピードアタッカー引いてきた。どうしよう。確かにデュエルマスターの基本召喚用。じゃあこれで4マナでこれなの。はい、いつもならこれでデッドゾーンだぜとか言うんだけど、はい、出ただけです。ターンエンド。じゃあタップします。そっかー、はい、タイミング悪っ。強っ。じゃあですね、うん、1,2,3,4,5 か、これ何枚だったっけ。6だから、うん、じゃあ、いるのか。そしたらじゃあチェンジザチャージ。はい、2コスト。はい、ジョラゴンオーバーロード。はい、使います。1枚ブーストして、うん、ジョーカーズが 1,2,3,4,5,6 6枚、1枚足りない。お、じゃあ、うん、4コストで、はい、6枚以上ジョーカーズいるんで、まだからバングリッドをします。はい、バングリッド、はい、来ました。すいません、これをやる前に、うん、やる前に呪文使ったんで、ウェイブの能力、はい、あー、はいはい、全能、ま、まあ、一人も二人も一緒だよね。一緒ですね。はい、はい、で、4コスト払って、バングリッド。はい、はい。じゃあ、マッハファイター持ってるので、うん、バングリッドクロスセブン、ブラックにアタック。そっちはダメって言っときながら、こっちはやるのか。これやられますね。アタックした時にワンブーストします。なんてこった。じゃあ終了します。はい、置きます。なんでみんなダメかと思ったら俺だけダメだったぞ。そうですね、相手だけですね。ドロー。抵抗できない状態で。よくない、よくないぞ。じゃあね、もういいよ。ゴリッグ。ちょっと待って待って、早く、置いちゃおう、これ邪魔だもん、これ。行くぞ。3マナ。はい。オーバーキルグレイビアード。了解です。ターンエンド。あ、でも強いんだよな、あのターン。これでバグマル君が。あ、そっか。バグマル、バトルもダメ？バトルは大丈夫です。大丈夫です。バトル OK ね。はいはい。アンタップします。どう？そうか、殴る、攻撃ができないんだ。はい、わかりました。じゃあ、打線チャージします。はい。じゃあ、8コスト。はい。8コストで、ドンジャングル、場に出します。ドンジャングル能力。打線をバトルゾーンに。あれ？うん、はい。じゃあ、バングリッドで、はい、プレイヤー1点行くときにワンブーストします。はい、うん、で1点、1点でいいの？はい、かないです。じゃあ終了します。終了します。はい、置きます。そうか、ドロー。
次から次からあれしちゃダメこれしちゃダメが出てねえそうだよね上から蓋をしている出せんだからね今度 2体以上2体以上出せないねそうか、はい、もう一巡なんとかなるかなこれで、はい、1,2,3,4,6 マナ、はい、普通に出すしかない了解ですターンエンドはいじゃあ安定します、はい、やめろもう本当にそれねえ本当にそしたらやめろだよやめろって感じそっかこれ動けなかったのはきつかったなぁ、うん、じゃあ出せんちゃうはい、うん、お手札ゼロ、うん、じゃあ、うん、4コストはいマナからバングリッド召喚はいしてで6コスト、うん、じゃあバングリッドの効果でマナからクリーチャー召喚しますはいチェンさんそれは何でもいいよ浄化とか関係ない関係ないです何でもいいじゃあチェンさんの効果2枚ドローはいフェアリーですはいフェアリーが整えたんで1枚いいですそうはい呪文を唱えたんでベイブの能力で GR 召喚パソコンさんやばいもう大変だ大人数になってるどん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 何もできないんですよねこいつしか選んでダメってじゃあどんじゃんぐらいでプレイヤー行きたいですはい2枚ねこれでスパイナーないじゃあ全能全能うん1点いきたい1点はいかないです打線で1点いきたいはいあースーパーシールドトリガー強っでもそれでも待って待ってまず3000を今から打つ人はこいつはいだけですね、うん、殴れるのここみたいで、うん、3000で焼けるんですけどそうだよね4000、5000なのでそうだね片方に2回打たなきゃですそうだねはいじゃあ1,2,3 了解ですじゃあでスーパーシールドトリガー能力でブラック V だけが1人でじゃあ、ウェイブでダイレクトアタックします。あー、ないですね。ありがとうございます。頑張ったのに。すごい。これもすごいね。このタイミングが全て。はやぶさがちょっと、うん、そうですね。そうそうそう。全てこれでタイミング狂ってると思うので。素晴らしい。よっと、エグザム強すぎないか。エグザム軍団に3連敗していました。はい、素晴らしい。じゃあ負けた方に名前書いとくよ。なんだっけセシル。セシルくんね、はい。はい。セシルさんのその出来は何ですかトリーバトンジャングルです、ね、トリーバトンジャングルはいトリーバトンジャングルねはい、ありがとうございましたじゃあ今日ゆっくり遊んでてくださいありがとうございますありがとうございましたブックアイランドジュニア入間店は埼玉県入間市にあるカードショップですブックアイランドでは YouTuber を全面的に応援しております店内での撮影はもちろん OK Wi-Fi も開放しております充電も可能ですYouTube に動画を出してみたい方、ぜひご来店お願いします。スタート、ぜひ応援させてください。